FTOO は、三菱自動車工業が製造、販売していた2ドアのノッチバッククーペである。三菱のホットモデルだった、ギャランクーペ FTOO の名称を継承した2ドアクーペであり、先行して登場していた GTOO の弟分にあたる。当初は、日本国内専用車だったが、2000年代以降は、日本から並行輸出もされ、海外にも保有者が存在する。 ミラージュと基本コンポーネンツを共用しており、駆動方式は FF のみである。モーターショーでオード仕様も参考出品されたが、販売には至らなかった。当時の三菱車は直線基調のデザインが多かったが、本車種は曲線で構成されている。重い V6 エンジンを搭載するために足回りは比較的固めに設定されている。なお、2リットルの V6 エンジンを搭載する車種は、 国産車では数少ない。キャッチコピーはこの運動神経はただものじゃない。FTO は前期型、中期型、後期型の3期に分類される。三菱自動車は早い段階から電気自動車の開発に着手しており、その一環として FTO をベースにした電気自動車 FTOEV が1998年に制作された。 この車はリチウムイオン二次電池によって最高出力7 0ットのモーターを駆動する。1回の充電で走れる距離は市街地であれば1 5 0トル前後、最高速度は時速1 8 6キロメートルである。数が製作されるまでナンバープレートがついて行動を走れる電気自動車としては最速であった。なお、FTOEV の開発によって得られたデータは 後のミフシリーズに引き継がれた。1998年、1999年に、全日本 GT 選手権の GT300 クラスにチーム、低ボンラリーアートより参戦、エンジンは、4G63 に完走していた。1998年度は、中谷明彦と原孝彦のコンビで、年間総合5位。1999年度は、 中谷昭彦とラルフ・ファーマンのコンビで年間総合を6位。この他にもジム・カーナやダート・トライアル等の競技等で使用されることが多い。また、パイクスピーク・インターナショナル・ヒル・クライムのオープンクラス部門にエントリーした FTO は助手席にエンジンを置き、後ろに伸びたドライブシャフトでリアを駆動し、そこから再びディファレンシャルを介して前に折り返す形で伸ばされた。 ドライブシャフトによってフロントを駆動するという変則的 4WD を採用した例がある。フレッシュツーリングオリジネーションの略。言語、英語、若々しいツーリングカーの創造という意味。ありがとうございます。